お、放課後デートだ。あ、BGM だ。ふと思ったのだけれど、何？どうした？宮戸くんは放課後どこかで遊んだりしないの？昨日、ん？違うか。一昨日と昨日は素直に帰宅したけれど、今日は遊びに行きたいわ。ちょっと意外。放課後に寄り道とか嫌がる系かと思ってた。ええ、まあ。特別好きなんてことはないわ。ほらら。月に数回、図書館に行ったり、漫画喫茶に寄ったりするくらいよ。でも今はせっかくの仮お付き合い期間だもの。この機会に宮戸くんと寄り道してみたくなるのは当然じゃないかしら。なんか地味だなんだって言う割には結構アピール強くない？なんか男慣れしてる？違うか？道中他校にいる俺の同類に絡まれる可能性もあるけど。ああ、不良だものね。そういうこともあり得る話だわ。でも私にとっては問題なんてない話。は？こう見えて武術や護身術は一通りできるのまさかだった。めっちゃ強い。高い攻撃力はさすがにないけれど、圧巻を一時的に無力化して逃げるだけならたやすいわ。マジか。つうか、高い攻撃力はないって、ゲーム好きの発言だな。通じるなら分かりやすくていいんじゃない？他のステータスはそうね。素早さとか高そう。魔力は高いはずだし、あとは、あ、やばい、ファンタジーの話になってきた。歌唱力が高いと私、嬉しいわ。お？カラオケ行くか？歌唱力ってステータスはあんまり見ねえぞ。つか、歌うの好きなのか？だったら行き先、カラオケでいいな。俺は歌わねえけど。歌わないんだ。カラオケ、行ったことないの？友達と行ったことくらいあるだろ？ないわ、友達はいなかった。私音痴なのに歌いたがる女だから誘われないの。そうなんだ、そうなんだ、ちょっと聞きたいな。歌唱力が高いと嬉しいってのは純粋な希望だったのか。興味は行ってみたいという願望はすごくあるわよ、カラオケ。でも本当に私、音痴よ。いや、まあ。別に構わねえよ。しかも俺は歌わないなんて言われたら本気でマイクを手放さないわよ。こう分からめてる。ちょっとそこ可愛いな。構わねえよ。そう。じゃあ遠慮なく私がマイクを独占させてもらうわ。タンバリンやマラカスでの応援よろしくね。ぐいぐい行く。この子ほんとぐいぐい行く。それはしねえ。まあ、飲み物頼んだりするパシリ系ならやってやるよ。なんとなく少し距離が近く思えた記念にな。お、よかったね。おお、こうやってちょっとずつだね。何シキーンってかわいい絵がかわいいんだけど音痴なんだろうな。音符がガチャガチャガチャってなってたもんな。あ、ちょっとかわいかったな。ちょっと星くんに冷たくしたところはちょっと許せなかったけど、ありだな。セイナさんもかわいいです。ルーちゃんもかわいかったんだけどな。バベルの塔立てるとか言い出した時焦ったぜマジ。ドゥテッテドゥテッテドゥテッテってこの BGM がなんか耳につくね。今日で仮お付き合い期間、仮お付き合い期間4日目。ちょうど真ん中。半分が過ぎたということになるわね。寂しいの？そうだな。どうかしら。見た目は地味でも中身は個性的で変人な私。ちょっとくらい好きになってもらえている？話聞いたり見たりしてる分には飽きねえかな程度に。ふふ。少しは勝ち目があるって捉えていいみたいね。お、勝ち気だな。それなら先に一つ話しておかないとならないわ。なるべく早くあなたに、あ、この子の趣味的な、私と同じ特別な人間の感覚を自覚してもらうためにも。ん？でも、なんだろうな、ルーちゃんの時は BL なんだろうなっていう分かったけど、この子はよく分かんないままだよね。ファンタジーが好きっていうぐらいの情報しかない。私この世界に価値なんてないと思ってるの。あれ、見栄と虚構だけでできた空っぽな人間たちの無意味な世界だって。とりあえず黙って聞いてりゃいいのか。夢も希望も楽しみも刺激もない日々、これが私たちの現実だなんて絶望でしかない。こんな世界大嫌いよ。何年か経ったらこいつかつての自分の発言を恥ずかしがったりすんのかな。 100% するね。だからこそ私、ファンタジーな世界が舞台のゲームや漫画が好き。それは聞いてるね。勇者や騎士や冒険者たちがいて、恐ろしい魔物や神秘的な動物や伝説の精霊なんかもいて、毎日を心から楽しく生きている人々ばかりが住んでいる美しい世界。村や町も森や洞窟も必ず心を躍らせてくれるような世界。どうして私はそういう世界に生まれなかったのか、不思議で仕方ないの。この感覚理解できないかしら。まあ憧れはあるよ。うん、それはわかるかも。できねえ、できなかった。宮戸には神か何かがミスをしたとしか思えない。私の魂は本来、ああ言っちゃった、ごめん。だっていつも夢に見るの。輝く森と澄んだ湖、そこに佇む白いペガサス、
そして私に似た少女も属している楽しそうな冒険パーティーを。ファンタジーなゲームとか漫画ばっかり見てて頭に残ってるだけだろ。つまりただの夢。そうなのかしら。そうだろ、多分。普通に。てて、落ち込んでる。けれど、私、本当に、この現実世界じゃ何もする気になれないの。かといってどうしろと？私のいるべき場所じゃないとしか思えなくて。そうよ、恋愛すら。え、なんで恋したいんじゃないの、ミヤトと。する気になれなかったのよ。だからこそあなたを見たとき、小さな運命を感じて、驚いたもの。そうよ。この感覚を抱く私が運命を感じた。あなたもやっぱり生まれる世界を間違えた人。おい、なんか一人で勝手に妙な納得しねえでくれ。ああ、ごめんなさい。あなたはどうやらまだ目覚めていないみたいだけれど、なんだ、何の話だ。私はこの数日で、どんどん疑惑が確信に変わっていっているわ。なんか一人でどんどん会話を進めていくんだけど、この子。私もあなたも同じ、間違えてしまった存在。こんなくだらない汚れた世界、息苦しくて仕方ないと感じてしまう命、間違えているままじゃ強く大きい愛なんて育めない。それが私の恋愛論。つまりよくわからねえけど、近いと思った距離が空いた気はする。本当にな。そう、それもきっとこの世界の空気があなたには合わないせいよ。なんでだよ。おい、ミヤトまでなんかこの現実に受け入れられてないみたいな言い方すんなよ。私の気持ちがテレパシーのように伝わらないのも同じ理由。一体どうすればいいのかしら。これなんだ、マレかな。マレに、読めねえわ、ごめん。ジャンルの漫画とかも見てみりゃいいんじゃねえのか。たまにはかな。熱苦しいスポーツものの少年漫画とかいいんじゃない。気分転換になるかも。あれ、終わった。なんだ、セイラさん謎だけ残してたんだけど。不思議っ子のままだな。これはあれかな。一人でダラーっとしてる時か、星雪がフィギュアを見つめて。ミヤトに会いたい。会いたいミヤトに会いたい。話したい。声が聞きたい。会いたいミヤト。昨日のほんの数分なんて会ったうちに入らないんだ、ミヤト。早口言葉みたい。ミヤト。で、僕は、今からこんなありさまで本当に生きていけるのか、きついだろうな。ミヤトが幸せなら僕も幸せだと言ったんだ。口だけの嘘じゃない。本当に本心なはずなんだ。でも会いたいんでしょ。耐えろ、僕。明日。そうだ、明日。ミヤトが僕と二人で会ってくれる。きっと嬉しい報告をしてくれる。それまで耐えて生き抜け、僕。これから先もこうやってミヤトに会えるいつかを楽しみに生きていくことになるんだ。早く会いたいミヤト。会いたすぎて愛しすぎて、僕は等身大ミヤトフィギュアを作りそうだ。また言ってる。2回目だぜこれで。録音したミヤトの声で喋ってくれる機能もつけたい。ゴミにハートマーク付きで、おしゆきって呼んでもらえるような。お、来たぞセイナさん。大丈夫か。また煽られるんじゃん。牽制かけられるんじゃん。ロクロウくん、ん？今日はフィギュアを作っているのね。お、そうなの？作ってるんだ。少し前までやってた漫画の執筆はもうしないのかしら。あれはミヤトに不評だったんだ。ヒロインが俺に似すぎな上、相手役はお前に似すぎだ、キモいと。そんな漫画描いてたのか、見たいんだけど。描いた漫画を見せたりもするの？よく二人で遊びに行ったりもするんでしょ。するする。ミヤトくんが目覚められない原因、やっぱりあなたなんじゃ。なんか言ってるぞ、また。ミヤトは目覚められない。覚醒して勇者になるとか、そういう話か。何の話だ。朝ならミヤトは意外と強いぞ。そういう話じゃねえ。モーニングコールをしてほしいという頼みも年に数回聞いてくれる。そういう覚醒じゃないわ。あなたと交流することでミヤトくんが、彼にとっては間違っている今に違和感を抱けなくなっているのよ。全くもって意味不明だな。だな。とか、会話が進まないな、セイナちゃん。だから、つまり、ミヤトくんはあなたと遊ばない方がいいのよ。ちょっとひどい。それはひどいって。遊んでいるとき彼の様子がおかしかったこととか、何かあるでしょう。それは、確かにあるが。ふふ、そうでしょう。いや、それは星行きが鈍感なだけな場合もあるし。例えば、カラオケに行くたび、僕はずっとアニソンばかり歌って聞かせているから、たまには違うのにしろって言われて、一応ラブソングと、そうなのか、ヒレンソングを縛りで歌ったら微妙な顔をされた。また明日なと別れるまで目を合わせてもらえなかった。それは怒られるわな。ロクロ君、歌うまいのね。そうなの？それとも下手だから聞いてて不機嫌になったのかしら。人のこと言えないぞ。うまくもなく下手でもない。普通だと思うが。歌っている間ずっとミヤトを見つめていたのが嫌だったのかもしれない。それ嫌がられるわ。ラブソングやヒレンソングを歌いながら見つめてくる友人。それは嫌ね。これ、秘伝で合ってる？合ってるかな？違ったらごめん。
聞いたその歌が宮戸くんの覚醒を邪魔している要因の一つだわ。そんなことねえって、正しい世界から届いているはずの声を聞こえなくしているのよ。宮戸とカラオケに行きたい。話聞いてね。そういえば今月はまだ宮戸に歌ってもらっていないな。宮戸の歌聞いたことあるの？マジかよ。宮戸くんカラオケで歌わないって言ってたしな。これで落ち込んでるのね、相変わらず。宮戸ーって言ってる。まあ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 。まあ待っとけって、まだ。そうそう、私服デート編来るんじゃね？オクトーバー13日。サツレ。違うな、まだ来ないな。楽しみだな。カラオケデートのところでも可愛かったけどね。でもちょっとやっぱセイナちゃん性格きつめだよな。お、ほんの数日ぶりってだけなのに、お前とここに来るのも二人で話すのもすげえ久しぶりな気がするな。ここもルーちゃんと会話一緒だね。3日ぶり。たったの3日ぶりだ。だが僕にとっては永遠のような長さの3日だった。だね。言ってたね。まさに1日先週の思い。これ先週じゃね？なんか前回は千秋って言った気がするけど。しかし宮戸が彼女と楽しく過ごせていたなら、この苦しみも喜びに変わる。というわけで嬉しい報告を頼む。なんだそりゃ。相変わらずうっざいな、お前は。まあ今のところ飽きねえ時間を過ごせているとは思う。本当に心の距離だいぶ空いてなかった。ルーちゃんの時と全然違うぜ勢いが。基本的な言動はおかしいけど、時々普通に可愛い女子だしな。それはあるかも。そうか、ならそのまま何事もなくうまくいけば、宮戸は晴れていい彼女をゲットできるんだな。さらにそのままうまくいけば可愛い嫁になるかもしれない彼女を。高校生でそこまで考えてるやつほぼいねえよ、ボケ。かもしれないが、いや、とりあえず今は良かった。宮戸の毎日が楽しい毎日になってくれそうで、つれま相手が僕だけじゃそれは無理だったろうから。落ち込んでる。ほら、よし、僕は引き続き遠くから宮戸と北平を応援している。あさて君たちが正式な彼氏彼女になれれば、宮戸は彼女が欲しいという望みが叶い、北平は好きな相手を彼氏にでき、僕は幸せな宮戸を見て満たされた思いになれるんだ。本当かよ。ウィンウィンウィンの大勝利だな。まあそうだな。セイナちゃん振った場合どうなるんだろうな。それで星も本当に嬉しいなら、星を喜ばせるためにもあいつのこと前向きにいいように考えてやるよ。俺だって彼女っつか彼氏彼女として付き合えて付き合える相手欲しいのは事実だし。ああ、けなげだ。星くんが相変わらずけなげだ。あ、出た。で、私服デートか。楽しみですよ。でんでん。一週間とあっという間だね。結構いい勢いでね、立ってっちゃうよね。14日。サンデー。来るぞ。デートが来るぞ、デートが。どんな私服なんだろう。すごい楽しみ。ほとり。湖のほとりでデート。すごい地味めなんだけど、服装が。今日も静かね、ここ。私、休日はほぼいつもここに来るの。もう、この緑豊かな自然と綺麗な湖を見てると、魂が故郷に帰れたような気がして、痛いな、相変わらず痛いな。きっと、私の魂が知っている。あれ、なんか中二病悪化してね、この子、大丈夫？あの夢に見る湖がここに似ているんだわ。でないと、こんな謎の共鳴、ほら、宮戸困ってるぞ。感じるはずがないでしょ。マジで謎だな。つか、何でしょうって聞かれても困る。ついでにその夢に出てくる凄そうな湖ってのはこんな、たかが町の公園にある湖と似てんのか。ふふ。なんだその不敵な意味は。どうやらあなたの魂にもようやく自覚症状が芽生えてきたみたいね。なんでそうなる。自分が間違えてるなんて最初は受け入れがたいことよ。恐怖して拒絶してしまうのは当然。安心して、あなたのその感覚もその気持ちも淡い恋心も受け入れていいものなのよ。あなたが受け入れてあげないと何も始まらないの。ん？俺の感覚も気持ちも淡い恋心も間違えてても受け入れていいもの。あれ、これなんか宮戸逆になんかあれじゃん、これこっちのルート星くん受け入れちゃうルートなんじゃね。違うか。恐怖も拒絶もしなくていい。へえ、なんか怪しい宗教みたいになってね。あ、ほら、これ絶対星くんのこと考えてるじゃん、あなた。て、いや、ちげえし。あら、この汚い世界で唯一正常なこの場所でなら、あなたも素直になれる。そう思ったのに。だからなんでこんなたかが町の公園がそんな大層なもんなんだよ。ただのお前のお気に入りスポットだろ。言い換えればな。失礼ね。このくだらない世界、
どこか他にこんな綺麗な景色があるとでも言うの？お前、何もする気ならねえとか言ってねえで、あれになれば？世界中いろんなところの文化とか紹介するクイズ番組の現地に行って出題する人。なんで、何かしらそれ。知らねえならいい。俺もわかんなかった今のネタ。ミヤト君も低俗なクイズ番組だとかバラエティ番組見たりするのね。頻繁には見ねえけどな。星がうちに遊びに来た時は、なんとなくテレビつけっぱなしにしてみる程度。ああ、それよくあるよね。それだけでもダメよ。なんでさ、やっぱ束縛系だ。テレビでファンタジーな世界が舞台のアニメ以外を見たら、汚い世界の汚いオーラに侵食されてしまうわ。もうほんと偏見がすごい。オーラって。やっぱり早く手を打たないといけない。え？最善の解決策は何なのかしら。夢の中でペガサスにでも聞けよ。もう。呆れられてんじゃん。この二人の声ほんと叶うのか？なんか全然違うよね。あ、可愛い声。これ、ミヤト君変わんないね。いやでも、え、結構かっこいい、なんつうの、パンクな衣装着てるよね。なんか地味だどうだって言ってた割には、だいぶ全体図見たら、セイナちゃん結構イカチ服着てたよね。だいぶパンツって言えばいいべき？ズボンって言うべき？おしゃれだったよね。お、最終日だっけ？おはよう、ミヤト君。おはようっす。ああ、おはよう。今日はいよいよ仮お付き合い期間の最終日。運命の日ね。ろくろくんがしてくれた説明だと、確か今日の放課後、私が望むお付き合いの形というものをあなたに話せばいいらしいわ。その内容と一緒に過ごした1週間の記憶、2つの要素からあなたの結論を導き出してちょうだい。了解っす。了解。へえ。それじゃあ今日の放課後まで、汚い世界でのつまらない一日、やめてやるって、もっと現実受け入れて楽しんでいこうぜ。耐え切りましょう。別にミヤトはそこまで進んでないからな。ねえ。あ、出た。これ星くんイケメンタイムじゃん。いや、マジここのイラストすげえ。いや、綺麗ね、あなた本当に。そのマフラーおしゃれね。ほつれてますよ、先が。ここすごい、ここ。ああ、イケメンスはピアスガチガチ開けてるしな。まあ、安心しろって星ゆき。ちょっとこの恋路はなんか叶いそうにないな。ちょっと俺もあんまり応援できないな。うん。ちょっとセイナさんは重いわ。愛が重い。来るぞ。選択肢も来るぞ。出た、セイナの BGM。待たせたわね、ミヤト君。どうもっす。うん。部活、お疲れ。へえ、あの部室にいる人間も一人残らずレベルの低いダメ人間だから。ひどい。星行きもけなしてるし、ルーちゃんまでけなしてる。本当に疲れたわ。そんなことより、本題、私が望むお付き合いの形について話すわね。ああ、さっさと話してくれ。すでに伝えてある通り、私にとってこの世界は無価値なの。全然関係ないよね。そして私とあなたは本来生まれるべきだった世界に生まれなかった人間。ふんふん。つまり間違えてしまった人間。そんな私たちがいるべきじゃない世界で、価値を感じられない世界で、実際に価値なんてない世界で、恋愛なんてできると思う？は？さあ。どういうことだ？答えはノーよ。振られた？私たちはこんな世界よりずっとレベルの高い世界にこそ生きるべき存在。汚い世界の汚い空気の中じゃ、私たちの愛という名の種は芽吹かないし、花開くこともない。いやー、あ、つってもどうしようもなくね。いや、一つ解決策を見つけたわ。ん？どういうこと？知っているかしら？最近よく見る。死ねって言ってる？異世界転生。いや、今流行りだけどさ、確かに。最近よく見る主人公が異世界に転生する話。あれと同じ方法を使えば、きっと家必ず。やっぱこれ死ねって言ってるな。え？一緒に死んでくれってこと？愛重。やばい。私たちはあるべき世界に帰ることができる。だから、ミヤト君。おい、やばいって、強靭だわ。トラックに轢かれて死にましょう。女許さんぞ、星行きが。は？星行きの想像してるさ、将来設計、一切さ、当てはまんねえんだけど、この子たち。つまらない現実世界から心躍る異世界へ行く話、たくさん読んで学んだのよ。トラックや車に轢かれて死ぬのが一番メジャー、つまり一番確実なファンタジー世界に行く方法なの。実際に異世界に行く前にきっとほぼ 100%、真っ白い空間に飛ばされて神様と話すことになるわ。そんなことはない。
そこで間違った世界に生まれさせてしまったお詫びとして人外の能力をもらえるはずだから。もう完全影響を受けてるこの子。いや待て、本気で言ってんのかお前。もちろん本気よ。間違えているままじゃ強く大きい愛なんて育めない。それが私の恋愛論。そう伝えたでしょ。俺困ってるぞ。相変わらず困ってるぞ。私たちの愛を強く大きなものにするためには、私たちが仮じゃない正式な恋人になるためには、この世界じゃない正しい世界へ行かないとダメなの。何も心配はいらないわ。さっきも言った通り、私たちは神様から人外の能力をもらえるから、異世界に行った後敵も怖いものも何もない。周囲から羨望と尊敬の眼差しを向けられるだけよ。どうするミヤト。もらえる能力だって細かく決める権利があるはず。所持している魔法の属性は何かとか、得意な武器は何かとか、中二病って心までこじらせると大変だな。自分専用の伝説級の武器や防具だってもらえるし、他にもどんなものでも無限に収納できるアイテムボックスとかもらえるわ。なんか聞いたことあるな、そういうやつ。赤ん坊からスタートするか、今の年齢を維持するかも選べるでしょうし、まあそれは後者を選んでちょうだいね。赤ん坊からじゃめんどくさいから。ただ唯一ステータス。能力値は今現在のものが影響するかも。となると宮戸だいぶ強キャラだよ。と言っても低いところでも人並みよりはだいぶ上のはずよ。宮戸くんならそうね。攻撃力と速度は高いけど、防御力や HP は低い感じかしら。どうするんだ、宮戸お前これ。RPG だと結構魔法使いタイプよりよく戦闘不能になる系？わかんねえ。わかんねえ。俺もわかんねえ、セイナちゃんの話。あら、どうしたの？もしかして一度死ななきゃならないのが怖いかしら。そりゃ当然。大丈夫よ。目の前が暗転したと思ったら次の瞬間には暗いの。短時間で済む場合が多いみたいだから。誰の経験だそれ。それ漫画でしょ、受け入れ全部。今の形のまま今のこの世界に行ったって、私やあなたが欲しい愛はどうせ手に入らないでしょ。そんなことないって。目見開いてっけど。だったら迷わず一度死にましょう。間違えてしまった箇所を正して堂々と愛の花を咲かせればいいのよ。これ選択肢来たよ。来たよ選択肢。